当然ですわね。
みんなで協力してここまで来たんじゃないか。まあ君たちには及第点をあげてもいいな。生意気なやつだな。あら、ちょっとくらい生意気の方が可愛いのよ。レオン、あんまりそっちに行くなよ。ペンダントが。え？うっすらと光っているような気がする。ここにある鉱物のせいじゃないかしら。ねえお姉ちゃん、早く鉱物を取って帰ろうよ。レオン、後ろ。大丈夫よ。あれ、レオンは？さっきまで一緒にいたのに。どうしたの、レオン？だって、本でも見たことない怪物だったんだもん。なるほど。そういうのには免疫がないってわけか。なんだよ。さあクロード、鉱物を取って帰りましょう。そうだな。これでよしっと。レナ、ペンダントはどうなった？今は何ともないわ。やっぱりここにある鉱物と反応したんじゃないの？不思議だな。そのペンダント何でできているんだろう。ほらレオン、お前が探していた鉱物だぞ。しっかり持ってろよ。海岸で兵士の人も待ってるからな。さあ、行こう。
オペラさん、どうしたんだろう。ねえ、エルでしょ。あなた、エルネストよね。どうして黙っているの。返事ぐらいしてよ。いやあ、オペラ、僕の後を追ってきてくれたんだね。嬉しいよ。エル？ああ、僕の可愛いオペラ、愛しているよ。何を言ってるのよ。あなた変よ。オペラさん、どうしたんですか？もしかしてその人がエルネストさんですか？いや違うわ。この人は私の知ってるエルじゃない。オペラ、僕の後をずっと追ってきたんだろう。さあ、僕のそばにおいで。もう離さないよ。何言ってるの。冗談はやめてよ。ああ、オペラ、その少年がエナジーストーンを持っているんだね。ダメだよ、彼にその石を渡しては。その石は僕のなんだから。なんだよ。一体何があったの。あなたおかしいわよ。どこが違うというんだい。僕はいつもの僕じゃないか。さあ、その石を持ってこっちにおいで。いやよ、近づかないで。それ以上近づいたら撃つわ。そんなに怖がることはないよ。なんといっても僕は君を愛しているんだからね。エル！私、何を。エル！こっちが優しくしてやれば図に乗りやがって。この男に好かれたかったんだろう。愛されたかったんだろう。だったら素直にしていればよかったもの。エルは、エルネストはあんな風に女を口説いたりしないわ。だからどうだと言うんだ。お前はどうせ好かれちゃいなかったんだよ。エナジーストーンを奪っていくだけのつもりだったが、こうなっては仕方がない。愛しのエルネスト様でなくて残念だったな。今本当の姿を見せてやるよ。お前たちには死んでもらう。反撃しても構わんが、この女の命は保証しないぞ。
80点ってとこだな。間に合うといいけど、いいえ、絶対に間に合わせてみせる。う、大丈夫ですか？ああ、なんとかな。すまなかったな、オペラ。お前を置いて旅に出てしまって。そんなこと、もういいのよ。そういえば、自己紹介がまだだったな。俺の名前はエルネスト・レビード。ステイツじゃちょっとは知られた考古学者だ。借りができたな、礼を言う。今回は紋章術文明の遺跡探索に来ていたんだが、少しばかりドジを踏んじまったな。どうしよう。エルが見つかって嬉しいけど、あなたたちと一緒にいる理由がなくなったってことになるのよね。え？だってそうでしょ。もともとエルが見つかるまでって約束だったんだもの。確かにそうですけど。もう少し一緒に旅を続けませんか？それって私がいた方が戦力になるからってこと？違います。オペラさんだからこそ一緒に旅を続けたいんです。私だからねえ、エル。そうだな。そうね。せっかくだから最後まで付き合わせてもらおうかしら。あなたたちには随分と助けてもらったからね。ただ俺も一緒でよければだがな。大歓迎です。Thank you.
帰っていらしたのですね。それで成果は？バッチリだよ。鉱物は採取した。これでラクールホープは完成したも同然だ。さすがレオン博士。あのレオン博士、何かあったのですか？いえ、別になかったと思いますけど。お疲れ様です、レオン博士。別に、言ってるじゃん、僕一人だって余裕なんだから。では、一刻も早くラクール王に鉱物を届けてください。わかりました。レオン博士、いかがでしたか？結果は上々だよ。王様に報告しに行かなくちゃならないから長話はしてられないんだよね。はっ、失礼いたしました。レオン博士、王様もご両親もお待ちかねです。うん、急いで謁見の間に行くよ。そういうことだからお姉ちゃん、寄り道なんかしないで謁見の間に行こうね。レオン博士、お待ちしておりました。どこでもレオン博士なのね。おお、レオン、ご苦労であったな。それで鉱物の方はどうじゃった？この通りです。ちゃんと手に入れてきました。おお、さすがはレオンじゃ。よし、フロリス、マードック、早速ラクールホープに装着する作業に取り掛かってくれ。わかりました。ね、本物でしょ？ママ、僕が取ってきたんだよ。レオン、王様の前でしょ、きちんとなさい。では王様、我々はラクールホープの最終製作と調整に取り掛かります。レオンも一員ですので我々と言っても構わないでしょうか？うん、そうしてもらおう。さて、そなたたちの処分じゃが。処分ってどういうことですか？まあまあ、そう言い切り立つものではない。我々はそなたたちのことを調べ、すでにそなたたちがクロス王より正式に認可を得てソーサリーグローブの調査を行っている者たちであることを認めておる。あら、私たち第一印象だけじゃ信頼されなかったみたいですわね。もう疑っておるわけではない。それ以上にそなたたちが信頼するに足る人物であることを認めておるくらいじゃ。それで王様は僕たちに何をお望みなんですか？
ほほう、察しがいいな。実はそなたたちの実力を見込んで、現在前線基地で交戦中の我がラクール軍にぜひとも助力を願いたいのだ。前線基地ですか？前線基地が現在魔物軍に攻められていることは知っておろう。これでは前線基地からエル大陸に向けて船を出すことすらかなわない。強力な武器でもない限り、船隊を組んでエル大陸に進軍することは不可能に近いのだ。ラクールホープができるまでの時間稼ぎをするんですね。さすがはクロソーが見込んだ勇者たちだけはあるな。共にエル大陸に渡る頼もしい友ができてわしは嬉しいぞ。私たちには他に方法もありません。それにラクール大陸が魔物に侵攻されているのを黙って見ていられるほど無神経な人間でもありませんし。うん、交渉成立としようか。では早速前線基地に向かってもらいたい。期待しているぞ、そなたたち。
わよ。なんとかなるさ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 。
なんとかなるさ。なんとかなるさ。なんとかなるさ。ようこそ我が前線基地本部へ。新たな心強い味方が一人でも増えることは嬉しいことだ。ありがとうございます。明日以降もラクール王が新たな戦士を送ってくることと思う。あなた方は選ばれた強者だ。ぜひ魔物軍を蹴散らしてもらいたいと思う。味方の戦況はよろしくないんですか？どうしてかね。今までラクールが戦士を雇うなんて話聞いたことがありませんでしたからね。ギク、そんなことはない。ただ魔物軍を叩くには徹底的にと思ってな。ではそうしておきましょうか。今日はこのくらいにしておこうか。明日は朝が早い。各自体調を整えておくように。見た？クロード、ディアスがいたわ。ああいたね。どうしたの？あんまり嬉しそうじゃないわ。いや嬉しいけどなんか腹立たしい気持ちもある。複雑な気分なんだ。そうね、そうなのかもね。ごめん変なこと言って。うん、私もそうかもしれない。ディアスは2年前勝手に村を飛び出していって、今も村のみんなを心配させている。それが少し腹立たしいけど、会うとやっぱり私は嬉しいもの。レナ、一つだけ聞きたいことがあるんだ。何？
ディアスはなぜ村を出て行ったんだ。それは聞きたいか。久しぶりでもないか。武具大会で会ったばかりだからな。よく会うな。俺たち自身が引き合っているのか、誰かさんが引き合わせているのか。え、私？まあどちらにしろ、俺は戦いの中に身を置こうとしているうちに自然とここにいただけのことだ。お前もそれだけのことじゃないのか。僕はソーサリーグローブの調査か。それもいいだ。しかしそれは常に戦いの渦の中心にあるとも言えるんじゃないか。まさかそんなことをしながら本来は戦いを好まないなどというつもりなのか。僕だってこんな星に飛ばされてなけりゃ。クロード、あのごめんなさい、ちょっとディアスに話すことがあるの。ディアスがあんな風に話すの初めて見たから。どういうことだい。ディアスは気づいたのかも。私にはわかるの。ディアスはあなたをクロードを見て変わったんだと思う。変わったって。私はディアスの妹ですもの。任せて。ディアス、ディアス、話があるの。俺に話すことがあるのか。ええ、きっとたくさんあるわ。不思議だな。そう言われても昔のように嫌な気持ちがしない。それってクロードのおかげだと思わない？あいつは俺はお前の前で強がって見せているが、時々とても孤独に見える。まるで今まで住んでいた家から突然引き離された子供みたいにな。クロードが？理由はわからない。ただ急に誰よりも一人ぼっちになったように見える。自分の知っていたものや人、そういうものが何もかもなくなって呆然となった人に見えるんだ。私たちといるのにクロードはずっと一人ぼっちだって言うの？ディアスはクロードが嫌い？さあな。好きじゃないことは確かだが嫌いでもないらしい。あいつは弱くて一人ぼっちなくせに必死になって仲間を守ろうとしている。俺にはできないことだ。ディアス、俺だったら仲間なんぞほっとくがねえ。あいつは助けないと気が済まないんだろう。たとえ自分が傷ついてでもあいつはお前を守り抜くだろうな。そんな、私、レナ、お前はあいつのそばにいてやれ。もちろんそれもお前の自由だと思う。だが俺のそばにいるよりお前は安全だ。待って。どうした？ディアス、あの、ディアス、私たちと一緒に戦いましょう。レナ、クロードを一人にしておけないというのなら、ディアス、あなただって一人にしておけないわ。
俺を仲間に引き込むつもりか。クロードが許さないだろう。クロードはあなたの強さを求めている。彼はあなたの強さを認めているし、尊敬してもいるわ。やれやれ、知らない間に好かれたものだね、俺も。ディアス、あなたはもう2年前と違って無力じゃないわ。私たちも戦える。あなたはこれ以上自分を責め続ける必要はないと思う。ディアス、私たちと一緒に戦いましょう。父さん、母さん、セシル。あなたがあれから自分自身を責め続けているのは知っている。でも責め続けているだけじゃ何も始まらないわ。あなたが助かったことには意味があるはずなの。お願い、その力をもう自分を責め続けることだけに使うのはやめて。俺が戦いの中に進もうとするのは自らを責め立てているせいだと。あなたを小さな頃からずっと見てきたわ。妹としてならセシルにも負けてないはずよ。本当にお前が俺の妹ならよかった。参ったな。俺は集団で動くのは嫌いなはずなんだが。ディアス。ただし足手まといだと思ったら俺はいつでも抜けるからな。ええ、構わない。ありがとう。